プレイステーションプレイステーション2パペグパペグはソニーが2000年9月12日に発売したプレイステーション2専用のプリンターの愛称。製品名は MPR-G600A。MP PS2 のパペグ対応ソフトからの印刷に対応し、Windows や MacOS といったパソコンには対応してない。プリンター本体はキャノンの OEM 生産でインクカートリッジ等にも互換がある。 過去にも、プレイステーション専用プリンターや、セガサターン専用プリンターといった製品が、コエ等から発売され、話題を呼んだが、どれもプリンターに、同梱のソフトが対応しているだけに止まり、用途がかなり限定された商品であった。それに対してパペグは、PS2 を開発しているソニー自らが発売したプリンターであり、使用を公開することで、 自社以外の様々なソフトウェアベンダーから対応ソフトウェアが発売されたという点で一線を隠している。いわば PS2 における標準的なプリンター環境を目指して開発、販売された製品である。パペグの発売に合わせて、ピクチャーパラダイスと呼ばれるデジタルカメラとのインターフェースに関する仕様も公開された。本体は側面のパネルが着脱でき、 外観を変更することができたり、カートリッジの動きに合わせて、光が左右に移動するなど、遊び心のある設計となっている。発売当初は、多数の対応ソフトが出たパペグであるが、過去に出たゲーム機専用プリンターと同様に、普及することはなく、対応ソフトは1年程度で出なくなっている。なお、類似の商品としては2006年末に、エプソンより、 同社のパソコン向けプリンターであるカラリオを PS2 と接続してハガキを印刷するカラリオハガキプリントが発売されている。ピクチャーパラダイスとはデジタルカメラを PS2 に接続して使用する際のソフトウェア的なインターフェースに関わる仕様を取りまとめたものである。しかしながらその仕様自体がオープンなものではなかったことや PS2 と デジタルカメラを組み合わせて使用する需要に鑑みて導入を知り込みするメーカーも多く普及には至らなかった。現在、ピクチャーパラダイスに対応するデジタルカメラは同社のサイバーショット DSCP 等サイバーショットシリーズの一部製品のみに止まっており対応ソフトも少ない。パペグにはプリンファンと呼ばれる PS2 用ソフトウェアが付属する。プリンファンは ピクチャーパラダイスにも対応しており、これに対応するデジタルカメラで撮影した画像を取り込んで印刷したり、アルバムにまとめて管理するといった機能を持つ。このほか、アドレス帳管理機能や、プリントクラブのような写真シール印刷機能、ハガき印刷機能等があり、パペグとピクチャーパラダイス対応デジタルカメラを一通り活用できるようになっている。等が対応している。発売当初は、 それなりに対応ソフトも出たのだが、プリント機能を付加したゲームソフトはともかくとして実用ソフトの類はほとんど売れず、ゲーム雑誌掲載の発売本数は1000本未満のものがほとんどであった。ありがとうございます。